武蔵マニアーイエーイ !Hi, hello everyone, my name is 武蔵カップラーメン企画本日紹介するカップラーメンはこちらじゃじゃーん一蘭のカップラーメンです。ちなみに、このカップラーメンはリクエストでね、コメントで来たやつで、それを探してたんですが、まあ、なかなかなくやっと見つけたので、今回撮影させていただいてます。はい、あえて具材は入れておりませんって書いてますもんね。ちなみに割と一蘭はまあ好きで美味しいですよね。で、あの一蘭とこれがどうなるのか、どこまで再現できているのか、とりあえずオープンしてみましょう。熱湯4分ですね。中は麺と3つありますね。今回はこの秘伝のタレ、辛いのでって書いてるんですけど、まあこれも入れたいと思います。では早速作っていきます。レッツゴー。オープンを。ちなみに、この一蘭のカップラーメン値段は約500円ですね。まず混ぜます。なんなら僕が食べたカップラーメンの中で一番高いかもしれない。もしかしたら意外とこれ500円以上するんやでっていうのを知らないやつも もしかしたらあるかもしれないですけど、自分が知ってる中では一番高いと思います。 B を入れていきます。あ、まず A と B だけで食べてみます。ここにお好みって書いているんで C はだから入れなくてもいいですね。じゃあいただきます。うん、うまっ。激うまです。ほんまの一蘭が家で提供されてるみたい。また具がないのがシンプル。さあ、お好みの秘伝のタレを。というわけで秘伝のタレをね、入れました。割と赤くなりますね。一蘭や、めちゃくちゃ美味しい。ご飯が進む。スープがもう本家の一蘭を超えてきてるんだ。めちゃんこ美味しい。というわけでごちそうさまでした。じゃあ審査の方に移りたいと思います。というわけで本日食べました一蘭の得点は30点です。ちなみに、始まって以来、過去最高得点です。点数の内訳はスープ7点、麺7点、具がまあ0点、リピート9点、コスパ7点です。はい、具はねこの一覧の表紙にも書いてたんですけど、まあ入れていませんと。でも具はもちろん入ってないんで0点なんですけど、もうそれ4項目で勝負しても最高得点叩き出せるぐらい美味しかったです。まあ、もう一度食べたいかの9は今後の期待を込めての9ですね。まあ、コスパに関しての7点はまあ少し前にも言ったんですけど、500円するカップラーメンなので、まあやっぱりそこが300円だと10点やったと思います。はい、ただ500円なので7点、でも本当に食べる価値はあると思いますし、替え玉もしたいです。はい、あるならしたいですぐらいの麺でした。リクエストありがとうございます。一蘭のカップラーメンでした。30点、この一蘭のカップラーメンを超えるカップラーメンは今後現れてくるのかっていうことですよね。というわけでどんどん、リクエストもお待ちしております。というわけでチャンネル登録、コメント、高評価お待ちしております。というわけでネバーギブアップ、グッバイ。